前田年長墓所墓所の中心にある、前田年長の墓碑。前田年長墓所は、富山県高岡市にある、加賀藩二代藩主、前田年長の墓所。国の史跡に指定されている。墓所の周辺は、前田公園風知地区として、風知地区になっている。2015年4月24日、加賀前田やゆかりの町民文化が花咲く町、高岡大臣、技。 身体の構成文化財として日本遺産にも認定される。1614年に没した前田利長の冥福を祈るため、三代藩主、前田利常が33回期にあたる1646年に造営したものである。周囲に堀を構えたその墓所の豪壮なことは武将のものとして全国的に珍しい。墓碑は、戸室石聖の三重馬花壇の上に、 加工岩製の傘付け墓標がある構造になっており、一作と堀に囲まれている。通常はその外から見ることしかできず、墓所はこの立ち入り禁止の内閣と賛同の設けられた、自由に通行できる外閣からなる。江戸時代の小図には、外閣は輪郭型に内閣を取り囲んで、南面を除く三面に堀を備えた姿で描かれており、有事の際には二重に堀を構えた。 高岡城防衛の取り出としての使用も考慮されていた。しかし、今は、内閣の堀は縮小され、外閣のほとんどは隣接する高岡市立、吉野中学校のグラウンドや高岡市営、前立球場のテニスコートなどになり、内閣の南側に一部が参道として残るのみである。現在、約1万平方メートルが残っているが、2007年に行われた調査の結果、 造営当初の墓所の面積は、前田家の古文書の一つにある1万坪という記述とも合致する約3万3000平方メートルであることが確認された。これは現存の3倍以上の規模であり、戦国武将の墓としては国内最大級になる。南西側、南側、東側に出入り口があり、正面口となる南西側の出入り口は八丁道につながり、 母大寺である、随流寺と向かい合う形で結ばれている。この正面口には、数台分の駐車スペースがある。1965年1月1日、富山県指定史跡に指定され、2009年2月12日には、金沢市の野田山にある前竹歴代の墓所とともに、加賀藩主前竹墓所の名称で、国の史跡に指定された。また、 2007年に発掘調査や地中レーダー探査が行われ、母日の土台規模が、金沢市の前田家墓所の造墓原理に合致していることや、外堀が存在したことが確認されるなどの成果を挙げた。前田と品川公墓所観光スポットと山観光ナビ、富山市、金沢市の文化財と歴史遺産、加賀藩主前田家墓所。金沢市。2018年10月6日閲覧。 2機1体の予定であったが、石材の一部が運搬途中で関野川に水没したため、1機のみ設置されている。ありがとうございます。